この回ヒット2本でチャンスを作っています。どうだ、この当たりはレフトスタンドに一直線伸びていく、スタンドまで行きました。急性腰痛から昨日戻ってきた木村文和、今シーズン第5号はチームを救う一発イランということでね、同点に追いついたわけですからね。まあね、こういうのはね、木村選手ね、できる選手なんですよね。